どうも、りょうたです。ということで、ね、今日はね、卒業試験の誤解落ちた話をしようかなと思って、卒業試験っていうのは、教習所の、自動車免許の卒検ってあるじゃないですか、学科の。あれをね、5回ほど落ちたことがあるんですよ。5回ほどっていうか、5回以上落ちたことがあるっていうか、5回以上考えられないというか、現実逃避ということで、5回以上の記憶はないんですけども、ね、ちゃんとね、5回ぐらい通ってたっていうね、苦い経験というか思い出があるんですけども、どんなことしたらね、そうなるのかっていうね、話をしていきたいと思いますね。でね、1回目もね、5回目もね、自信があったわけでね、受かるかなと思ったんですけども、そんな甘くなかったな、人生っていう感じなんですけど、1回目っていうのが、僕は卒業免許合宿行ってたんで、2週間ぐらいね、栃木の方でね、講習を受けたんですけど、で帰ってきて、次の日かね、2日後ぐらいに行ったんですよ。で、実績があるじゃないですか。ストレートで全部受かってるんですよ。仮面の試験も実技の試験も。だから受けるっしょって、ノーベンで行ったんですよね。バーって行って、ノーベンで行ってね。でね、僕埼玉県民なんでね、鴻巣でね、受けたんですよ。で、バーって、いつも通りじゃないけど、初めての試験だからね、バーって受けて、いけるでしょって。で、しかも分かんない問題も丸抜だから、ぶっちゃけ2分の1の確率で当たらんすよ。そしたらね、頑張ったんですけどね、落ちたって話なんですよ、1回目。でね、2回目っていうのはね、なんで落ちたかって言ったらね、勉強しなかったから落ちたんですけども、普段通りっていうかね、1回目と同様にね、ノーベンで行ったんですよね。で、ね、バーって受けてね、で、ね、番号を見てもね、なんで3回ぐらい繰り返しまして、まさかと思ってね、まさかの結果でしたね。落ちました、しっかり。でね、3回目も行ったんですよね。で、3回目もね、バーって受けてね、いつも通りですね、これこそ。でね、1、2と3回目で、ちゃんと丸バツとやってね、でパッとね、画面見たんですよ。画面っていうか、モニターね、青いモニターみたいな。で、パッと見たらね、番号がないっていうね、そこまで想定内じゃないですけど、そうなるでしょうという。だって勉強しなかったんで。でね、途中でね、塾みたいなのがあったんですよね。卒研の学科の試験を、一発受かるみたいな、そういう予備校みたいなのがあってね、そこに行ったんですよ。でもそこでも落ちたんですよ。そこの予備校に行って落ちた理由っていうのが前日にオールして行ったんですよ。で、その予備校で寝たんですよね。だから何も記憶にないっていう。だからほぼノーベンで行って落ちたっていう。だから5回までしっかりノーベンで受けて落ちたっていう伝説があるんですけど。で、最後しっかり受かったんですよ。てか、最後受かったっていうのは、日頃の5回分の努力があるんですよね。やっぱり、塵も積もればね、山となるっていうのがね、ここで証明されたんですよね。毎回ね、問題をね、解いてるわけですから、過去も5回分もね、しっかり僕は解いてたんですよ。で、ね、その塵も積もれば山となるみたいな感じで、バッて受けたらね、バッと成功するみたいな。成功っていうかね、出費で言ったら、1700円ぐらい、2000円かける5、1万円ぐらいかかってるのか、高えな。全然落ちてんね。5回ぐらいで受かって、良かったって話なんですけど。でね、なんで勉強しなかった？勉強をね、する時間がなかったっていうのが正しいんですけど、2週間ね、合宿行っててね、お金が減る一方なんですよね、食費とかで。お金ないわと思って、バイトしないといけないって。でもね、バイトも、合宿から帰ってきたもう次の日くらいからもバイト入れてたんで、午前中はテスト受けて、午後はバイトみたいな。それをね、何日か続けて、5回ぐらい続けて、勉強する時間はないじゃないですか。で、土日は、免許センターやってないから、しょうがないみたいな。で、勉強しないですけどね。土日は、バイトみたいな。で、バイトと、免許センターを両立することによって、5、6回で受かるっていう、素晴らしい成績ではないんですけど、頑張ったよって話なんですよね。何が言いたいかっていうと、免許センターで一発で合格する方法が一つあります。勉強しましょうって話ですね。簡単でしたっていうことで、勉強すれば普通に受かる、多分。学科試験の中間じゃないわ、仮面の試験は1回で受かってるんで、そんな難しくなかったし、多分本番もね、勉強すればよかったんですけど、僕学科、仮面の学科と実技全部受かってるんですよ、ストレートで。マニュアルのね、運転する。運転はそのめちゃくちゃうまいってわけじゃないですけど、ルール守って運転すればいいじゃない。一時停止止まって、みたいな、踏切で右左確認してを、外の音聞くみたいな。そんなの当たり前の常識を覚えてやれば、坂道発進とかはちょっとめんどくさかったけどね、マニュアル使ってたから、エーストしたら下がっちゃうじゃないですか。確かあれ、エーストしたらですよね、失敗っすよね、失敗とかもう終わりみたいな感じですけど。僕は運が良くてね、めちゃくちゃ吹かすんで、吹かしていけば受かるみたいな。だからね、実技は良かったんですけど、学科。多分みんな学科でね、ちょっとね、手こずるんじゃないかなと思うんですけど、勉強すればね、いけるんじゃないかって話ですね。じゃあ、さよなら。